夜が、明けるまでに、まだ何度か会うことになるだろうさ。楽しみにしているよ。ま、あお前さんが道を踏み外してしまったら話は、別だがねネ。へえーと、プルゴヤ。クリスハケットはどこ黙れ乱暴 ケイリーを殺したんだぞ説明したでしょだったね、怪我見したところで終わったわ。編集の時ね、確認したんですけど、マックスから噛まれたってわけじゃなくて、どうやらケイリーと戦ってて、あの傷を負ったみたい。マックスに襲われる前からね、怪我してたんですよ。うん、手腕かうん まあそうだよね。ライアンからしたら、今まで仲良くしてたね、ケイリーが殺されましたからね。心境としては複雑でしょうね。うん。ただね、前回の話を聞いてて、ケイリーは、ハイキング旅行者たちを襲えるような条件下で、まあ変身してた。ってことが分かりましたよね。クリス・ハケット。うん、ハケットさんがそういうことをタケットに、うん、話してたんで。 だから、徹子さんが言ってるクズっていうのは、ケイリーのことだよね。ケイリーが死んだ後に、クズが一人片付いたって言ってたから。記憶はないにしろ、まあ、狩りを、うん、するのを楽しんでたってことじゃないですかね。ハケットさんに関しては、人を襲わないように、おそらく、満月の時は、あの地下にずっと、水から閉じこもってたんでしょうね。出れないように。だから、ハケットさんは、人を襲って、

好奇心。待て逃げるとき聞いたって言ったよな女の声をえそれがライアンの階段に出てくるあれじゃない階段なんかじゃない怪物による事件実際に今ここで起きているの手首のそれ。 かまれてはいないよね、ブレスレットを見てる。えー、怪しむ、攻撃的、怪しむ。何してる助けたいの絶対絶命の状況になったらこれを使って。ああ、そういうことか。やっつけられるのこれでうん。でも、ニックとかだったら、言ったでしょ。いざって時だって。 ライアン、危ないから銃を下ろしてねえ教えてクリス・ハケットの家はキャンプの外のよそれを知ってるのは多分ライアンだけだと思うでアビーが銀のアクセサリーしてたからショットシェルの中にね入れましたね うん用心深い非常用心深い知ってると思うかえーっとキャンプリーダーなんでしょ2か月もいたのにシェルターにはいなかった森で探すのは現実的じゃないし手がかりが欲しいの <laughs> 森の奥にある不気味な家がそうかもおい何 あそこなんだ。意外とね、近かったね。うん。車でさ、あの、離れて行ったから、どっか遠いのかと思ったんだけど、皮肉、同情的。殺さない方法を考えたのか。同情的。他に方法があるかも、ちゃんと考えたのかこの一ヶ月間、そのことばかり考えてたわよ。いい 夜が明けたら次の満月までお手上げなのマックスも噛まれた他の人もねそれが何だってんだ友達が森にいるんじゃなかったニアクのこと忘れないでそれ以上近づいたら水をぶっかけるからライアン行くわよ時間がないのよクリス・ハケットを見つけないと被害者がさらに増える前に 俺も行くえああいいかもねライアンはハケットさんが元祖ではないってうん思ってますねだからあのそうだね一緒に行って止められるんだったら止めたいっていう感じみたい友好的攻撃的友好、えー、的ハケットさんは悪くないと証明してやる 彼は俺たちを守るために外に出るなと言ったんだ意見は聞いてないそっちの意見もなうるさいまあご勝手に肉のあれ見たでしょ噛まれてた心配ないって盗んだパトカーはどこにあるんだ湖の底なんで盗んだパトカーだもん 安全な場所で車を修理しておいてくれ言うよ1時間か2時間かなかなり大雑把だけどなら急がないとそうか車がないんだもんね今でももう修理できないよアーム落ちたから。 本当にこっちなのああ、多分な自信ないってことはプロのガイドじゃないんだぞ怪しむ、探求心探求心ねちゃんと来たことあるのいや、ないちょ、マジ右も左もわからない あいつの何を知ってるっててるのいろいろさ家の場所さえろくに知らないのにキャンプに来たばかりの頃ちょっと悩み事があって話を聞いてくれたいい人さ君の方こそ知りもしないのにはいはいああいい子ちゃんね何だってんだ 怒らせる内省的内省的いい他人のことを理解するなんて無理誰にもねそんなことはないハケットさんはいい人なんだあなたが信じるいい人の裏の顔を私は知ってるいつも人を助けてるこのキャンプだってそうだ子供たちを助けようとそれはそうだけどでも決意は変わらないあ,あ でもまず話をしてそれから決める案内を綺麗だね満月が。うんあ来た。あれだ、あの家だよ。 何をこんな森の奥の古ぼけたお屋敷にうさんくさい家族と一緒に住んでるっていうのあっ,あっきりといや確か母親の家だって入ったことはないけれどハケットさんの手がかりがあるとすればここだろうでえっとどうやって入るのどうって家に入る方法 なかなかいい質問だけど入らないってのは怒り同情的同情的ねえ彼を慕ってるのはわかるけど一応知ってるなら教えてるそうああローラ 本当にいい人なんだいい悪いの話じゃないのよライアンなあなぜ断言できるんだもし私が両親を優先したら何もかももっとひどいことになる信じて他に方法があるならそうしてる <laughs> ちょっとどこへ時間がないんだろ他の道がどこかにあるはずだよし崩れるぞ <laughs> いや結構高い。おお危ねえ。地底コガあったね。やばかった。無事か。ローラ。吐息を追うも水嫌う。 おいローラああ直っちゃったマジかどうなってんだよもしかして何するのいいかほら目も直ったあ目も直ったあ顔のね傷もなくなってたね,大きい目ねおばあちゃん。<laughs> 嘘でしょ黄色くないよ私の目。 そうとも言えるかなくそ急がないと進行がね早いですねで感染する前の傷も治してくれるみたいただもうローラもうーんそろそろ化けそうなので早めに行かないといけない錆びてるけど使えるかね武器として ああずいと古そうハケット採石場が閉鎖される前ここがまだ繁栄していた時代を物語る古びたあ違う錆びた古い道具そうか採石場だからこういった階段とかうん整備がされてるんだ もしさ、ここにハケットさんがいるんだったらさその前に別の人と会っときたいよねなんかあるわ箱がじゃないとハケットさんも変身してると思うからそうだよね真実が喋れないからだからあの残りの二人の漁師に何かねことの全容が聞ければいいんだけどねまだ新しい工具箱中はこれ何 そうだなえっと弁当箱だってこれにしては綺麗じゃないボロボロじゃなくて水筒が入ってるかつて採石場で働いていた人が行動内に残していったもの中に入っていったえっ、ー、と閉鎖通知書の日付からすると1930年代からここにあるらしい。 にしては状態いいよねだから80年か約80年近く前にここは閉鎖されたみたい聞こえたやつだ誰ハケット採石場の老婆だよきっと警告だ導きかも 大丈夫でしょう。それにしても、もろすぎだな。案外、そういう仕様なのかも。なら、これで正常ってことになるけど。<laughs> まあ、いい、進もう。<laughs> 危ない。気をつけて。<laughs> まあ、仕様だよね。うーん、80年近く経ってますから。さあ、もう劣化してますよ。

食べたくなっっちゃったなんだよそれ目の色戻ってんね多分こうなんつうのかな波でくるタイプの発作的なやつなんでしょうね狼男へのへんお男へのうん変身の兆候っていうのはおおお あ、いるねえもしかして他にも誰かいるんじゃないのでなければ意外と使われているのかもな変身で外れる時に飛び散る肉片だと思うんだけどねまあ近くにいるよねもうこれ誰かまでは分かんないけどこれはうんもっと崩れるのか なんだか楽しくなってきたみたいじゃない <laughs> 落石注意かなあの看板はで何なの何が謎めいた一匹狼キャラを気取ってるくせにキャンプ長が好きすぎってのがなんかグなのよねつまりどっちつかずに見えるって言いたいのか忍耐探求心探求心 それでどっちなのよどっちでもいいだろういつもそうなの何がだって少し突っ込んだ話になった途端すぐに自分の殻に閉じこもっちゃうからさ君と話したくないだけだおっと言うじゃないお一人様ってやつああ悪いか別に <laughs> こっちあかりが。 別に来なくてもいいけどねご自由にうんショウホウレンソウを食べたのかさて今にも崩れそうな不気味なトンネルに先に入るのはポポパイにいたらわかる人いるかなこれ <laughs> 最近の子は知らないでしょうポパイを。 今のね、ポパイネタですよほうれん草を食べたのかっていうのはあったえっ、ー、と「運命の和」「運命の和か」か所詮運命は回り続ける和のようなもの運にかけるしかないこともある因果は謎に満ちているけれど幸運は備えあるところに訪れる目を凝らしな鋭い目があれば 運命の輪が止まるる場所を当てられれかもしれないよそう、あの、ポパイっていうね、あのアニメがあるんですよ。元は漫画だったかな、原作は。で、ほうれん草を食べるとね、超人的な能力をね、あの手に入れて、まあ、敵を倒すっていったね、お話なんですけどね、オリーブっていうヒロインもいるんですよ。いい で、オリーブっていうね、あの、ヒロインもいるんですよ。まあ、知らない人は検索してみてください。まあ、誰か来てるっていうことはわかるね。ランタンに火がついてるってことは気をつけろ、怪我するぞ。うん、ありがとう。盛り上がったみたいだな。酒酒ね。禁酒法時代の。 運通路か100年近く前の酒だけどな飲めるぞへえビンテージね、はあ、ハケット家特製の密造酒かそうだな秘密の新事業ってわけださて歴史の時間はここまでそういえば1900年代の前半はそうだよね あの酒の禁止法とかありましたよね、まあ、その時の名残みたいここかなさてどうかな完全に迷子みたいだ私も行く ロッジ、あー、ん？ロッジ、あ、戻ってきたんだ。ポンプの方がいいよね。 るわねえ何があったんだ何も変わってなくないなんか変わってっかなちょっと荒れてる感じけ相手にしない誠実ごめんねんかしたっけケイトリン誠実なああのごめんね実はご近所さんが遊びにねうほん本当？ めちゃくちゃゃくじゃん <laughs> 盛り上がっちゃったの <laughs> ジェイコブとエマは無事かしら大丈夫だよ多分、うん、知らせに行く危ないって、うんうん、どうかな確実なのは助けを呼ぶことねうんそれから二人を探そうニックもニックも <laughs> そんな暴れてなかったよね なんかめちゃくちゃになってるふうに言ってたけどまだいる寝てる待ってえっ <laughs> 何か何かいるどうかななん <laughs> だろうジェイコブ いるの開けるかい開けるの自分で決めて。覗き込もうまずはまずは覗き込もう開けんなって開けな覗き込まんか最初。<laughs> ディーラーそれねそういうのじゃないからえ消<っ>臭剤あそうなの消臭剤 <laughs> ああそうそれしか見つからなくて,なくて <laughs> 撃退用のクマスプレーがまだあったのかと思ったけど <laughs> うん消臭剤しかなかったみたい 警察署に監禁されてたっての行かれてるよこの夏の間誰にも知られることなくずっとひどいオッケー直せんの無理おい部品がいるのよ特にローターアームがねスクラップヤードがあったっけもしあれば直せんのな断言できないけど望みはある探しに行かないと。 望み薄じゃないどうすっかねスクラップヤードがあるっていうのはありがたいけどえー、非常励ます励ますディランお願いねえ手を貸してお願いだからしゃーない分かったよ窮地に陥ってる戦友のために今一度ディラン様が一肌脱いでやろう 具体的にはどうするの車も完全に安全ってわけじゃないしうんロッジにシェルターがあるあそこなら安全かもオッケーアビー行こうじゃあねちょっと怖いなはしご壊れかけたからうーんなんか怪我しそうだあれで分岐確定怪我するか死ぬか マジ怖いねえ入ってなければよかったけど、最初の頃チャンネル登録、コメント、高評価していただけると励みになります。ごご視聴ありがとうございました